実はね、クリスマスの時にオルガンが壊れちゃったで、オルガンが壊れちゃったから、まあ、どうしたらいいかなって思った時に、そのオルガンの高橋のね、学校の校長先生だったの。練習に来たんだけど、ネズミがその袋をね、かじってしまって音が出ない、スカスカスカってね、いや、どうしたらいいかなって思った時に、どうしたの？修理には間に合わなかったんですね。で、実は、どう？何？どうしたの？あ、学校だ。それもね、実はダメだったんだけど、あの、牧師さんが来て、あの、オルガンを聴いてるその先生にね、校長先生にね、先生、オルガンがなければギターで弾いたらいいんじゃないですか？つってね。でも、ギターで歌う歌、ありません。どうしたらいいでしょうか。で、そのクリスマスの直前にもう綺麗な空が見えたんですね。で、その空を見て、ああ、きっとイエス様が生まれた日の時もね、こんな寒くて綺麗な空だったに違いない曲を作っちゃったんです。そしてこのギターでね、その歌を歌ったんですよね。で、その歌を歌ったことで、この歌が実はできて、ひろしくんが、そしてこれが世界中に広がったんですね。ちょっと聞いたことないと思うんですけど、あの、松本清を知ってるんですね、今日。松本清、松清が、あの、これをね、替え歌で歌ってたんですよ。替え歌じゃない。でも松清がそれを歌うぐらい有名な歌だったんですよね。だからオルガンが壊れたことでそういう、歌がねできたんですよね。つまりね、これはどういうことかというと、マイナスがプラスに変わったんですね。オルガン壊れたら困っちゃうじゃないですか。でもそのことによって歌が生まれたんですよね。ということは、私たちの人生の中でね、同じようにマイナスなことってあるない？嫌なこととかマイナスのこととかありすぎる。でもそのマイナスのことをね、イエス様にお祈りしたら、そのマイナスがプラスに決まる。すごいでしょ。イエス様がね、死んだの十字架ってI'm sorry.
ごいんですよね。そうそうそう、イエス様ね、あの最高の友達だって言うんですよね。友達、そう、友達いますか？いる、いるよね、みんな友達。有名な賛美歌でね、いつかしぶりかけっていうね、歌があるんですけど、聞いたことない？Yeah.
という歌を歌っております。ガーベラさん。Yes, ma'am.
当の気持ちです。もうね、素敵な皆さんに会えて四日市に来た甲斐があるなって、そんな感じがいたします。中高校生、こちらの高校生、同じ学校、お友達、全然違うな。そうか、そうか、ありがとうございます。もう、皆さんに会えたこと忘れませんね。だから、そうだ、よかったらさっき、皆さんたちが言ってましたけど、そちらの皆さんでもよかったら一緒に写真でも写ってくれませんか。いいですか。ありがとうございます。話題の最新機種が続々
ありがとうございます。